綾部の弁護やるんだって。黒岩、お祝いを言わないとな。法廷に復帰すんだから。法廷に立つわけじゃない。弁護人の調査に協力するだけだ。新谷弁護士はお前の兄弟子だったんだろ。なのにその犯人を弁護すんのか。お前、自分が周りとずれてるって気づいてねえだろ。人殺しを無罪にしたりよ。いい迷惑だ。新谷を殺したのは綾部じゃない。凶器は綾部の銃だった。弾の洗浄痕が一致してる。ああ、犯人はそうやって綾部をはめたんだよ。あんたには何も見えてないのか。ならそっちの方がよっぽどずれてる。好きに言え。誰だあんた。俺に何かよ。まあな。ただの脅しじゃないってわけか。もうお遊びは終わったんだよ。やが、え、俺、八神さん。星野君来るな。下がってろ。え、そいつなんかちょっとやべえやつかも。そうみたいですね。死ねえや、八神。くっしゃ。大丈夫ですか、八神さん。ああ、今のやつただの脅しじゃなかったな。え、俺を本気で殺す気だった。羽村の手下ですかね。カイトだ。大久保の面会うまくいったか。それより今殺されかけたよ。多分羽村の手下に。何？海藤さんも気をつけろ。今どこだ？事務所の近くだ。杉浦もいる。
そこは離れた方がいいな。ならいいとこがあるぜ。ん？凶霊界のアジトだよ。KJアートだ。あそこなら羽村も手が出せねえだろう。いや、でも俺らちょっと前に塩屋とやり合った気だし、あいつ絶対怒ってるだろう。大丈夫だって。こっちも梶平会長のお墨付きなんだからよ。先行ってる。お前もすぐ来いよ。 KJ アートで待ち合わせた。大体聞こえてました。よし、じゃあ行こう。凶霊界のアジトなんですよね。そう。やっぱり緊張しちゃうんですけど。俺もだよ。八神さん、そちらのお連れさんは？源田法律事務所の星野です。そうですか。もう海藤さんが先いらしてますわ。あいにく塩屋は不在ですが、村瀬がお相手しますさかい。どうぞ奥へ。八神先生、どうぞ中へ。え？いや、これまでのご無礼をお許しください。八神さんの言うことは何でも聞くようにと、そう梶平会長から。で、肩揉んでくれっつったら本当に揉んでくれてな。村瀬、いいやつだったんだな。俺ら誤解してたよ。調子に乗りすぎだって。今度は塩屋にも肩揉ませてみるか。いやー、そらさすがにやめといた方がええですな。ま、どうぞおかけになってください。なるほど。じゃあ創薬センターの件、やっぱり大久保は白なんだな。彼の反応を見る限りは。もしかしたら恋人を殺した件でも無実じゃないかって、僕にはそう見えました。ああ、いや、その話はいいんだ。それはそうと、八神先生、あの人は？やっぱり気になる？突っ込んでもええですよね。悪いけどあいつはヤクザが怖いっつってね。そっとしといてやって。そうでっか。ほな、まあ。とにかくこれでますます生野が臭くなったってことでしょ。こうなったら直で生野に当たるか。この間の様子じゃアポ取れないと思いますけど、ショーノもキドも。アポなんて入れないよ。これからセンターのロビーでショーノを張る。出てきたところは当たればいい。張り込みか、めんどくせえな。いや、カイトーさんは留守番だ。あ？カイトーさんじゃ目立ちすぎるだろ、あんなアカデミックなとこ。星野くんはもう源田先生のとこに戻った方がいいしな。はい、でも。オッケー。じゃあセンターには僕が一緒に行くよ。ああ、頼む。
行こっか。